光が、伸びているような達成の方法を説明したいと思います。まずは、三脚は必ず使ってください。でないとブレてしまって、光が伸びているような撮影が、ちゃんと撮れなくなってしまうので絶対に使ってください。で、普通に今 P モードでプログラムオートで撮影をします。今こうですね、この状態ですね。はい、これで撮影してみましょう。はい、で、こう撮るともう車が完全に止まってしまってますよね。これでは、光の幻想的な撮影は撮れませんですので、ここを S にしてください。で、今だいたい僕が撮影するときにですね、だいたい運動会とかこう人がダンスとかの撮影するときはだいたいまあこのぐらい125か160とかね、この辺で100とかこのぐらいで撮影してるんですけども、大体一回これで撮影してみましょう。っていうと、もうしっかりと車が止まってしまってますよね。ですので、これはこの S っていうダイヤルの変更はシャッタースピードと言いまして、ものをはっきりと撮ることもできるし、こうやって伸びてるような光も撮ることができるのがこのシャッタースピードなんですね。で、できればこう高ければ高いほど、数字がこの高ければ高いほどより止まってるように見えます。ただ暗くなってしまうというデメリットがあります。さらにここが開く、数字が低ければ低くなっていくほど、左に回せるほど、その幻想的な、光が伸びたような映像が撮ることができます。まずは、このジュームに撮影してみましょう。はい、今10秒間このシャッターが開いたままになっております。で、普通だったらカシャって撮るんですけども、こう10秒間、シャッターが、開いたままになっておりますので、その間の動いているものが、このカメラで撮られるっていうことの設定だと思います。はい、いかがでしょうか。はい、このようにですね、今、光が伸びているように映すことができました。ぜひですね、このシャッタースピードをうまく利用して、この光だけではなくて、こう滝の幻想的な撮影の方法もこの方法で撮影することができますので、ぜひ活用してください。今日の説明は以上です。ありがとうございました。